時々すべてが夢に思えることがある。放課後の B でのたわいのない会話も、あの凍える朝の鮮烈な出来事も、誰かを思う痛切な痛みも。けれど、私の中にある埋めようのない喪失感が、それを否定する。あの一瞬は、確かにあったと。だから私は待ち続ける。永遠に続くものなどないと知りながら。なぜなら、心の傷に時効はないのだから。それは夢のように、まるで嘘のように、残酷な朝は全てを奪い去った。冷たく沈む